ね、ヤフーを賑わせた男、文春法に合う医者もいないですからね。銀行落ちてる、あのね、断られちゃうんですよ。え、もう来ないでください。本当、もう5回6回落ちた時には高校の英語の授業はどうなんですか。ちょっと言おうか迷ってるんですけど、はい、どうだよ、始まりました、もっちチャンネル。さあ、今回ですね、スペシャルゲストとしてですね、ジャガー横田ファミリーと呼べばよろしいでしょうか。そうですね、はい、木下ひろかつファミリーじゃ誰もわかりません。ということで、お三人においていただきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ジャガー横田ファミリーのチャンネルも概要欄に貼ってありますので、そちらぜひぜひよろしくお願いします。まあ、そこで平野さんにもね、はい、購入者に関していろいろとコメントいただきましたんで、平野さんも今回いるという。そうですね、はい、はい、おまけです。すごかったですね、ヤフーを賑わせた男。そうですよ。いや、そうですよ。いきなり肯定感から、まあ、良くも悪くも、まあ、批評され、まあ、賛否両論ありましたけど、結果は良かったね、最後受かりましたし。そうですね、まあ、言われて、まあ、結局揉まれて、まあ、受かれたっていうのはあると思いますんで、良かったと思います。やっぱ反省点とかあるの一応。いや、ないです。はい、やっぱり。すいません、あの森鉄チャンネルの。こっちこれ全然言ってんのか。いや、そうだから全然、まあね、もう僕が紹介するまでもなく有名ですからね。はい、数々の有名な事実を作った3人ということで。なかなかね、文春法に合う医者もいないですからね。お、ほんとちゃんとパスを分かってくれた。ありがとうございます。もうやっぱジャガーさんといえば、僕はもうやっぱテレビで見てた。こんな小さい時ですよ、先生方。ね、そうです。いや、今日ほんとパイルドライバーされんじゃないかな。得意技です。そんな中、負けず劣らずヤフーニュースを騒がせて、本当、はい、数え切れないぐらいもう毎日のように見てましたからね。現在進行形ですね、まだ。はい、まだ出んの。まだ出てます。潮の時いつかなって、まだまだもう出ないから、もう出ないって言ってた。本当3月で終わるって言ってたのに出るね、ヤフーニュース。こすられまくりますね。そうですね、ヤフーのランキングあるじゃないですか。検索ランキング、検索ランキングで、はい、あの当時グラミー賞があったんですよ。はい、あれすごいじゃないですか。うん、グラミー賞が1位だったんですね。はい、2位大志くんでしょ。やばいじゃない、もうヤフーの検索トップの2位ですから。最終的には。すごすぎる。ああ、すごいね。ツイッターのトレンドにも乗りましたからね。あ、そうなんですね。はい、あれはどうやって中学受験のやつ始まったんですか。あれはきっかけだった。そうなんですよね、夏休み前ぐらいですかね、6年生のテレビ局側からオファーがあって。でもまあ今までそういう中学受験をずっと長期間追ったのがないから、またこのデリケートな問題なんで、どうしますかと一応来たんですね。でもちろんまあ本人の意思が大事なので、まあ本人に聞いてみたんですよ。まあ、どうすると、こんな来てるけどもう全然断っていいよ言ったら、1秒でやろうぜって言ったんですよ。へえ、なんでやろうぜって言ったの。いや、これも当時も自分の性格上か分かんないけど、うん、やっぱ好奇心がやっぱ自分でも旺盛だと思うね。うん、やったことないってことは史上初なんじゃないですか。うん、初体験で言うことはやらないわけないくらい、もう豪さんや、そのやりますかなんて。死ぬって分かってやんないけど、死ぬことなんてことじゃないですか。はっきり言って、成績出ないんで、もう大したことないですよ、はっきり言って。全然。落ちる結果、まあ、今となれば、なんともないよね。結構落ちてる。あのね、ちょっと喋ってる途中だから。あ、得意だろ、ちょっと。それで、まあ、その自分が落ちる結果だと全然大したことないから、うん、まあ、やってみようぜって、分かんないなりに、うん、やっぱその自分でやってみたいなって気持ちがます。6年生だからね、それを判断できるかどうかってなかなかね。小学生舐めすぎでしょ。それは分かります、それぐらい。あ、そうですか。そこもやっぱ塾とかと提携しながら、こういろいろやってったんですか、あれも。まあ、結局スポンサーに塾があったんですね。なるほど、はい、そうなんですよ。なるほど。最初はね、こう一人の先生だったんだよね。あ、確かね。あれじゃん。いや、あれか、こら。先生に向かってなんてこと言うんだよ、お前。いいですよ、コメント欄荒れてますね。でもだんだんと、まあ、やっぱ足りないで先生も増えていって、うん、回数も増えていってって感じでしたよね。うん、あれはでも塾側も大変だったと思いますけど、テレビからの要求もあるので、本当塾は大変だったと思います。うん、確かに確かに。スケジュール組んだり、はいはいはい、常に密着されてたって感じで。そうですそうです、基本的には。へ、はい、まあ、遡ると私お腹の中の時からいましたから。なるほどなるほど。カメラずっとスポットライダー撮ってるんですよね、もう生まれた時から。本当にそこどうなんですか、そう有名家庭に生まれたって。じゃそれもなんかその今のとこですよ、いい方向は全く見えないですよ。いやフォロワーが増えるっていうのはあるんですけど、悪い方がしかない。その割には少ないしね。
小学校の時とかもやっぱその有名ってだけでやっぱそのないじめじゃないですやっぱちょっとありましたし、そういじられるみたいな、特に女の子から俺ちゃん嫌われるんですよ。あ、そうなのね。そう、本当にあの近づいただけで汚れるから近づかないでとか、その小学校の時ありましたし、で中学校の時もいまいちだったんですよ、うん、で高校入ってからやっぱそのキャラ変じゃないですけど、やっぱその、うん、いい方向にもこのヤフーニュースとか結構載ってたんで、うん、まあまあみんなもやっぱ大人びてんか分かんないですけど、まあ今いい方向に進んでるのかなと思われます。なるほどなるほど、はい、それは良かったですよ。で中学受験、あ、そうか、その前インターナショナルスクール行ってたんですよね。そうですそうです。インターナショナルスクールに入れようと思ってたんですか。いや、これもね、ジャガーさんの意向だよね。まあハワイでも見ましたので、国籍2つありますので、あ、これで英語できないのはおかしいだろうと、はいはいはい、別に住むわけではないので、ナイス判断ですよ。そんでもうすぐインターに。なるほどなるほど。2歳からね。2歳から入る、うん、じゃあまだ選んでない状況ですね、国籍は。あ、まあそうですね、はい、じゃあアメリカ留学もしやすいんじゃないですかね。そしたらいろいろ結構もう有利なんていっぱいじゃないですか普通の人たちより正確に何があるんですか。それは大丈夫ですか。なんでなんて、それは個性ですから。先生それどうですか。先生もそう思われる。まあまあまあ、まあ、日本のねこのね枠組みの中だとねちょっと大変かもしれないですけど。大変かもで、大変です。大変です。はい。大変です。でもやっぱり先生方から見てもちょっと指導しにくい感じですか、こういう生徒だと。どうなんですかね、その教えてる時の、ね、やつは全然違う子もいるんで。なんかめっちゃ質問しまくるみたいなんですよ先生に。そうなんですね。そういうタイプみたいなんですよね。基本スタンスは変わんないですね、このスタンスは。はい、なるほど。まあアメリカとかだったらちっちゃいクラスだったら全然質問いいんで、大きいクラスだとうざがられます100人クラスとかだとおいおいおいみたいになりますけど。だから当時ね中学受験の時もスッキリの前ですけどね、はい、まず行ったんですよ。あ、はいはいはい。そしたら断られちゃったんですよ。え、もう来ないでくださいと。はいはい。え、なんでですかと思ったら、授業中質問しすぎて進行に影響が出ると。へえ。だからもうちょっと一人がそんなにされたら困るから来ないでくださいと、うんうん、しかも少人数よそれマジで。全然おらんか、10人いるかいないかのレベルよ。あ、そう。それで質問でそんな別に毎回毎回ではないし。ああ、でもそうやって断られちゃったね。そう、なるほど。落ちるし、はいはいはい、まあ受かったね。受かったね。いちいちさピピ言うとかそのやめろよ。そうそうそうね。余計なことばかり言うね。じゃあ個別的にやってったってことですかね。1対1のっていう感じでってことですね。まあ受験で受かってどうだったんですか。入ったらもうみんなにだって知られてる状況なわけじゃないですか、うん、学校。そりゃやり行きづらいというかやりにくいというか。受かったとこ行かなかったんですよ。受かったとこ行かなかった。あ、そうなんですね。受かったんですよ。中学校のとこに行ったんですよ、はい、まあ、結構有名だと思われるんですよ、うん、その中学校の中で、まあ、改革をしたと言われてる、はい、まあ、そこに行きまして、でやっぱ自由な校風なんで、うん、やっぱちょっと変わった方が多いんですね。なるほどなるほど。だからやっぱその中では特別なんかその目立ってたってわけではないですけど、うん、やっぱ自分の受験の企画のことがあったんでやっぱ先入観じゃないですよ、やっぱちょっと変がられたじゃないですけど、やっぱちょっとあの周りからちょっと避けられたってちょっとありましたね、中1の人とかが、うん、中2中3は全然大丈夫です。で中2もそのなんかその中1で正直どういう対応を取ったらいいか分かんなかったんですよ、うん、その自分が新しいクライメスクラスメイトなの、うん、そこであのブランディングを間違えたというか、その設定を間違えたせいで悪い方向に行っちゃったんですよ。これもまたその肝がられる要因になっちゃってだからやっぱ中2はちょっとダメだったんですよ。でも中3からはね、あいつそんなやつだからもう大丈夫よっていう感じでちょっと慣れてったっていうか、だからまあ最終的に中3だけ楽でした。あ、そうだったんですね、はい、内申点は。そうなんですよ。中3ね、生活は楽だけど生活は楽だけどで、そしてこの高校受験ってこれだけ注目されるというまさかのことだったと思うんですけど、どういうきっかけでこう世にバーンとなったんですか、あれは。まあ一番の最初のきっかけはやっぱ自分が最初に受けた高校の合否発表から始まりました。もともと確かにそのニュース自体はたびたびなってたっちゃなってたんですよ、うんうんうん、まあ、最初のきっかけで言うと、まあ、ダディの分子法、ああそこからちょっと若干スポットライトが当て始まった。もうカットできないそこからちょっと始まって、でそのなんていうんですか、新聞社じゃないですけど記事を見てる人がまだたまたまインスタグラム見た時に記事になってから、そこから爆発になったんですよ。なるほど。インスタがきっかけということですね。はい、まあ、そのきっかけでじゃあいろんな人が見るようになり、そしてネットニュースにもいっぱい取り上げられるようになりっていう感じで、どうだったんですかその時の取り上げられてきた時の。どうかを押したやつ言わないでくれと思って注意しようと思った電話でもう出てるっていう。もう合否を。そうなんですよ、ね、なんでそんな、ね、自分のあんだけ勉強してって恥なことを言うんだろうなとは思いました。なるほど。だけどもう止められないんですよ、うん、自分
の行動ね、あんたは。いや僕はね、まあ自分だったらやりませんよ、もちろん、はい、そんなこと絶対やらないし、だけど何ていうんですかね、人に迷惑かけてるかっていうと自分の恥をただ言ってるだけなので、うん、まあ人に迷惑かけてないんだったら強くこう規制するまではいかないかな、うん、ただ嫌ですよそれ、うん、出しちゃうから、そのまたね言葉足らずなんですよ、短いんですよいつも出すコメントが、うん、でこれだと勘違いされるだなと思って僕フォローの意味でこう出すんですけど、そしたら父親まで出すと、いやこれフォローの意味で出してんだけどなと思いながら、なんかこう親子揃って出しやがってみたいな、この余計なこと言ってるおかげで私も言ってるようにもあるんですから。そうですね、まあ、全部記事の頭ちゃうか、よかったもういや、私が出すから全部私の名前じゃないよって怒って。そうよね、怒られましたね。もうほんと5回6回落ちた時には私のプロレス行って試合の時も後輩たち一切それ売れない、へえ、そ言っていいのか悪いのかって言って後でいや声をかけていいのかなんていうふうに言うぐらい、そんなになってたんですね。なってたんですよ。しかしやっぱ言わずにはいられなかった。これちょっと言おうか迷ってるんですけど、はい、森田先生がですね、はい、その自分大学受験 の、 すごいいいことしてくれたんで、あ、はい、ちょっと特別に言いますけど何それ、いきなり価値観をそこに含める。これ実は、うん、そこの自分が不合格から発表したなんて全部狙いだったんですよ。お、実はこの自分がこういう風に炎上するであったりとか、うん、フォロワーが増えるっていう計算を見込んでやったんです。お、なるほど。自分がその中学受験でこうやって注目されたと、その自分がやったっていうのを考えたところで、あ、これ活用できるんじゃないか、うんうん、でしかも自分が厳しいコメント書くじゃないですか英語で、うんうん、あれも、ね、わざとやってですね、別にそんな別に言いたくないんですけど、その厳しいこと言ったらみんな目つくじゃないですか、うんって注目するのを期待してああいうワードチョイスしてたりとか。なるほどなるほど。でそういうのがあって、これ検証してみた。そう、検証です、いわゆる。はあ。英語で短く言ってけど、そう、私とかには分かんなくて先生方しか分かんないから。いやだからこ そ調べたりとかして、実は文法なんかお前やっぱ結局英語喋れねえじゃんみたいなのあったりとかするんですよ。聞いてましたね。そう、はいはい、もうまあしょうもないなって感じなんですけど、まあ、でもやっぱそういうのとかもやっぱありがたいんです、こっちからすると。あ、まんまとハマってくれた。そうだ、僕も英語ができるはずだから絶対分かってないわけないなと思いながらこっち、だから一切僕の動画で英語を間違ってるとか言ってないのはそういうことなんですよ。絶対分かってるだろうなと思ってたんで僕は。そんな感じで、まあ、一応ちゃんと計算があったっていう話ですね。もう、まあ、うちのチャンネルも取り上げましたけども、次々こう、まあ、狙い通りというか大きくなっていったわけじゃないですか、うん、はい、まさにこの、まあ、インスタライブもすごいみんな注目して見るようになり、うん、はい、そして YouTube でも流れてみんなそれを見るようになりっていう感じだったと思うんですけど、周りからやっぱ反応どうでした？来ました、いっぱい。いやこれね、意外に来ないんですよ。あ、そうなんですね。意外に来ないですよ、先生のチャンネルぐらいじゃないかな、うん、こう僕が見て、あ、うちの出してくれてると思ったのもね、まあ、ありがたいですね。まあコメントはいろいろ書いてあったのは見ましたけどあんまりないよね。うん、そうね。麻生先生のチャンネルぐらいかな、コラボしてください的なの。麻生麻生先生いろんなとこに手出しますね、うん、ね、もう昔はびっくりですよね。まあまあそんなこといいんですけど、はい、グイグイ。でも先生もあれですよね、ドラゴン細井先生も知り合いなんですよね。はい、さっきまでやってたやり取りとかも下ネタだらけで捨てられないですけど捨てられないですけど、はい、そうそうですね。結構周りからどうでした？実際友達とかなんかいろいろ言われたりしました？自分親友2人しかいないんですけど、そっからは別に何もないです。あ、お前伝授してるぐらいなんですけど、やっぱ自分のクラスメ同期がやっぱそのなんですか、いじるじゃないですけど、いや周り結局どうだったのとかその聞いてみたりとか、うん、そのどうせ知っても大丈夫、どうでもいいような話とか、まあ、聞かれたりしますけど、まあ、基本応じなかったですね、やっぱ。なるほど。やっぱ面倒くさい。え、頑張れとか来なかったの？全くないです。アンチとかもそういうなんか野獣しか来なかったんです。どこ受けたのとかそういうやつですか。そうそうそう、はい、ああ、なるほどね。そうなりますか。なるほど。今のじゃあ高校生活はまあ、ね、どこに行ってるかちょっと分かんないんですけど、今は楽しんで行けてます？まあ、行こうとしてます。あ、行こうとしてます。なるほどなるほど、はい、自分の中学小学校ではないようにやっぱり頑張って、うん、そのお家でスタートですからね、はいはい、そこをやっぱ頑張ってやっていかないと。なるほど。僕は今後に響いていくと。うんうんうん。内心含め。そう。内心含め。内心も大事だよ。彼女が欲しいんでしょ。お、どうでもいいやろ。このチャンネルいいじゃないですか。そう、違うから。彼女の相談じゃないですか。そういう、今はそういう感じでやってて、まあ、これからね、海外に、はい、そうです。でね、海外大を目指してということなんで、まあ、英語の勉強、まあ、英語、ね、実際はできるんで、まあ、体程度ですよね。
まあ、まあ、インターナショナルスクールやって、その後に高校入試で英語っていうの、もうぶっちゃけそもそも、ね、中学の英語とかどうだったんですか？まあ、ALT とか、その外国人の先生との会話みたいなのは全然余裕なんですよ、はい、やっぱ文法で苦労しますね、その文法のその質問であったりとか。日本の筆記って、まあ、そのなんか日本語が書いてあって、まあ、その単語書かされてますね、うん、いや同じ意味なのにあの違う単語書いたら×みたいな、あそういうのとかがちょっとたまにあったりとかしたり、うん、まんまと違う名詞とかでも話別ですけど、うん、どうしちゃったらあったりするじゃないですか、うん、他の言い回しとかが。でそういうので間違えたりするときありますけど、基本的にそこまで難なくやってたなと、うん、あ、じゃあ成績は良かった感じですか？中1から下がってます。中3が一番上内心に一番大事な内心にこう右側下がり。もう 今でも高校の英語の授業はどうなんですか？まあ厳しく耐えて受けてます。おー、なるほど。その高校受験の入試問題とかどうだったんですか？それやってみて。英語都立の場合は、まあ、最初はリスニングがあるじゃないですか。それ基本満点なんですよ、うんうんうん、でもそっからの流れでやっぱそのライティングあるじゃないですか、途中のあの、なんか質問したことに対して受け答え、うんうん、リスポンスを書くときにそこが文法の間違いあったりとか、それで結構引かれちゃったりとか、あの後半はやっぱそのマークなんで別に問題ないんですけど、やっぱそういう文法っていう部分がやっぱちょっと厳しかった。なるほど、はい、すごいなんかスラングとかめっちゃ書いてたりとかやって我々talking about とか何言って名前みたいなのとかそうなんですよね。やっぱ喋る英語とかそのガナとか、そういうの書いてとかいう風なワードとか書いちゃうとやっぱダメじゃないですか、スラングとか。確かに書いんだとか先生とか知らなかったでしょ。そういうのとかあったりとかやっぱありますね。ああ、そういう感じな、逆に辛いみたいなのがあったわけですね。でもこっからでもね、ポライトなものも書けるようになっていかないと大学の方になるんで、じゃあ英語の勉強自体は進めていって海外大学を目指すと。まあちょっとね、目指してる大学も聞いたんで、うん、はい、ぜひそこ行ってもらえれば、まあ、僕がねアメリカ住み出すことができればね、そこ行けるかもしれないですかね。遊びに行くんですか？遊びに行って、なんかちょっと、お父さん医者だったよね。いや、すごいいいとこなんでね。場所とか素晴らしいとこなんで、ぜひもっと行ってもらえるように。いや、僕もあの東海岸行くだったら西海岸の行ってほしいんですよね。なるほど。やっぱり東海岸ね、僕イメージがもう暗い、寒い、きつい。なんかこう、なんか違うんですよね。まあ、それよりはね、確かに、うん、まあ気候って大事なんで、はあはあ、西海岸で南側とかだったらめちゃめちゃ気候いいですからね。いいですよね。まあ僕もそういうのと、気候と、うん、まああとまあ花粉症とかもないっていうのもあるんで、はあ、それが良くて、あとはまあフレンドリーにみんな喋るっていうのが好きで、はあ、なので、まあ、将来移住したいなと思ってますね。うん、やっぱ日本だとやっぱ隣住んでる人誰だかもわからないとか、もう隣がこう隠れるとかですね。やっぱり隣出てったからしばらく出ていかないようにとかですね。そうエレベーター一緒にならないようにしますから、ね、確かにね、そういうのもねあったりするんですけど、やっぱエレベーター一緒になったら絶対喋りますし、信号待ちしたら絶対喋るんで、うん、そういうタイプですよ息子。ここの自分が今住んでる地区でなんていうんですか、引っ越し立てんときやってみたんですよ。ああ全員無視です。みたいな、ちょっとあしらわれるような、明日はこの家追い出されないといいんですけど。本当だ。でも親はここ大好きなのよね。大好きだね。大好きなのよね。それで老人やからよ。やかましいわ。まあ老人だけどね。まあね、うん、僕はそのなんでとかってよく言われるんですけど、それが恋しいんですよ。カナダとカリフォルニア行ったんですけど、両方ともやっぱりどこでも話しかけてくれるし、会話が始まるっていうのが、それが一番なんかこう恋しいんですね、今でも。そういうのもあって、やっぱりその留学中にやっぱこのフリーですね、このパーカー着てる人もいっぱいいてっていうのもあって、やっぱずっとあ、それでパーカー着てるんですか？そういうのがあってずっと、僕あの令和のドラマの時もなんで一人だけそういう格好してんのかなと思ったんですよ。みんななんでって、そうアベマに出た時も一人パーカーでなんでっていうんですけど、実はそういう西海岸の生活っていうのをずっとしたいっていうのがあるからですね。あ、そうなんですね。いや僕も今初めて知りました。結構コラボしてるんですけど、実は白と黒のパーカーもあるんですけど、パーカーは絶対固定なんですよ。あとは色が違うだけで、今日後ろ白だったんで、あ、まあ青だなと思ってコーディネートこれ結構貴重だね、これね。絶対得。将来
どうしたいとかあるんですか？そうですね、将来は自分がアメリカで大学を卒業してからアメリカで起業をしたいなと思ってます。あ、起業、いいですね。アントレプレニューアーになるわけですね。そうです、はい、起業家に。どういう仕事とかは決めたりかな？それをよく聞かれるんですけど、やっぱその時代のニーズに合ったような。わかります、わかります。やっぱそのなんとかっていうのではなくて、タクシー会社の社長とかではなくて、なんかそういう時代にやっぱあった、皆さんが求めてるような、やっぱその起業したいなと思って。そうですね、はい、今起業家大学生マッチングアプリ作りがちそういう風にね、まあまあ Facebook だってマッチングアプリから始まってる、 YouTube だってマッチングアプリから始まってる、そうなんですか、ようなもんなんで、へー、何がなるか分かんないですからね。そうなんだね。 Facebook なんかひどいですからね、この女の子好きか嫌いかみたいなのを大学内でやってたやつですからね。え、そんなの許されるの？それからアクセスに発展していくわけですから、ね、YouTube も出会い系を動画で出会い系にしようってやったら、それが大ごけして、で、あの、そうなんや、今の形になってるわけです。ジャワさんほとんど分かってないよね。おばあちゃんはね、そうなんだと思いながら聞いてる。今唯一ガラケーじゃなくてよかったよね。あ、そうそうしてる。で、まあ、唯一アジア人男性だけがモテないっていうのは、今 K-POP ブームのおかげで変わってきてる。そうなんだ。唯一アジア人男性だけがモテなかったんですよ。はあ、改善の兆候だ。アジア人女性は常にも大人気で、2000年から黒人男性の人気がこう上がってきて、でその後黒人女性の人気がこう上がってきて、なんでアジア人男性だけがってこうずっと言い続けていたんですが、あら、近年の BTS のおかげでアジア人男性がついに人気が出始めたという兆候が出てる。来たか、ちゃん時代来たな。だから僕らの頃は本当にもう一切アジア人男性モテない。あ、ゲイだったらめちゃめちゃモテますよ。めちゃくちゃモテますよ。じゃあ安心だわ。本当だと思われるあ、決まりましたね。ジャガー横田の息子ゲイ。やめてよ、本当やめてよ。クラブとかでも逆ナンされたの全部ゲイです。へえ、アメリカの。そんな話しちゃった。やっぱもう留学してたもう周りの日本人女性、韓国人女性、もうみんな彼氏作ってるっていう。へえ。アジア人男性は彼女できず。できずっていう。すごい僕は例外でした。その韓国人の彼女ができたんですけど、すごい例外でした。今本当に増えたんで、K-POP 人気でアジア人男性が白人女性と付き合えるっていう。おっと。こんな時代が来るとはもう思ってもみなかった。本当って期待してんの？次の文集法待ってます。本当は楽しみ。白人。白人。いや、これからどうなるかちょっと期待ですね。じゃあぜひ頑張ってアメリカ行って起業しておれればと思いますんで、はい、大学行くときはまたね、まあ、トフルの相談とかもあるかもしれないですけど、どうなるか分かるんですけどね、はい、まあ一応ジャガー横田ファミリーのチャンネルでは、はい、私がどういう風に行く道があるのかっていうのですね、ね、教えていただきました。どうもありがとうございます。はい、ぜひそちらも見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、今回ですね、ここにお招きいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。